皆さんこんにちは、作曲家でピアニスト、そして静岡音楽館 AOI の芸術監督を務めております野平一郎と申します。2019年から20年の静岡音楽館 AOI のシーズンについて一言ご挨拶申し上げます。2019年なんですが、翌年は2020年にあたり、まあ、この年は東京オリンピックの年であるわけですけれども、音楽の分野ではやはり、ベートーベンの生誕250年というのが非常に大きい、出来事です。静岡音楽館 AOI ではこの2019年の主催公演からそれを先取りして、学生と呼ばれるこの偉大な作曲家の作品を特集していきます。名付けてベートーベンプロジェクトです。本番の来年度に向けて日本や海外からのアーティストが現在あるべき多様なベートーベン像を聞かせてくれます。まず大きなプロジェクトとしては静岡音楽館 AOI として初めてベートーベンの9曲の、交響曲全曲を3年がかりで演奏していきます。初年度の今年は2回企画会議員のお一人である沼尻龍介さんの指揮と毎回異なったオーケストラとの組み合わせでお送りします。また当館が誇る AOI レジデンスクワルテットはここ数年にわたってベートーベンの弦楽四重奏曲を1曲ずつ取り上げてきました。今年は作品18-5を演奏します。そしてこれ以外にもピアノの小山道江さんやアレクサンドル太郎たちが後期の、ピアノソナタに挑んでいきます。今年度も例年と同じく今が旬の内外のアーティストを音楽館にお招きいたします。また西洋音楽をその中心としながらもジャズやアフリカそして日本の伝統音楽また日本の最古の音楽である雅楽など、可能な限り世界中の幅広いジャンルの音楽もお届けしたいと思っています。アーヴィン・アルディティ、アレクサンドル・タロウ、フランスからのザイール・サチソフォン・カルテット、それから歌の森真紀さん、川本芳子さん、小山道恵さん、藤木大地さん、そして N 響の金管五重奏のメンバー、そして霊楽者尺八と琴によるユニット全ヤマト、ジャズの大西純子トリオ、アフリカの 3MA、 そして AOI レジデンスカルテット、そしてまた企画会議員の福田真一さんと沼尻龍介さん、いずれにせよ熱いステージをこの静岡音楽館で繰り広げてくださることを受け合いです。今話題の藤木&福田デュオでは2019年度の当館、移植作品の初演があります。今年はミラノ在住で作曲家としても指揮者としても大活躍中の、杉山陽一さんにカウンターテナーとギターのための新作をお願いしました。ぜひ皆さんと新しい作品が生まれる瞬間を体験したいというふうに思います。フランスを代表する世界的なピアニストアレクサンドル・タローのリサイタルでは昨2018年に、没後100年を迎えましたドビッシー、それからドビッシーに影響を与えたフランスのバロック音楽が演奏されます。非常に興味深い、プログラムです。また日本最高峰の N 響金管五重奏、それから、フランスから絶対おすすめのサキソフォンカルテットザイール、サキソフォンカルテット、この2つでこれも生誕100年を迎えるレナード・バーンスタインのウエストサイドストーリーを聴き比べてみるのも非常に楽しいに違いありません。初めての雅楽というコンサートも注目のコンサートの一つです。大陸から伝来し日本最古の音楽として定着した雅楽の響きを親子で体験できます。
それから AOI レジデンスクワルテットの一員としてずっとビオラを弾いてくださっている川本佳子さん、それから小山道恵さんのデュオがここ数年ずっと取り組んでいるのが三大 B です。バッハ、ベートーベン、ブラームスですね。著名な作品とともに今回はブラームスが最晩年にオルガンのために書いた素晴らしいコラールが演奏されるのも注目の一つです。それから 3MA、 これはアフリカの弦楽器を扱うビルトウゾたちが大地の響きを確実に伝えてくれることでしょう。このように一つ一つ説明していったらキリがありませんが、各コンサートにアーティストたちの表現がこれでもかというふうに詰まっています。ぜひ静岡音楽館 AOI で他ではできない多様な音楽体験をしていただきたいというふうに思っております。自信を持ってお勧めするこのプログラムで皆様を静岡音楽館のでお待ちしております。